はい、考えてみればね、そうですね、吉谷さん、私速稼塾の久保というものが今行動すれば何でもね、そのマーケティングになっているんではないかなと思います。まずね、その速稼塾っていうタイトル自体が何かを感じさせますよね。もうこんなに短くてたくさんのことを連想させる言葉はもうね、生まれないんじゃないかなと思いますよね。一文字でっていうのだったらこれよりも先行するんですけど、私の場合は速稼という二文字ですからね。で、塾を入れても三文字で、これほど的確に表しているものはないかなと思います。それから例のやつも相変わらずですね、毎日のように新規入会者の方が現れるんですよ。まあ、ですんで、例えばね、3ヶ月前に例のやつにサインされた方ってのはもうすでに何十人かのネットワークのこう構築が完成してるって形ですよね。だからやっぱりその辺も早めに飛び込んだ方ってのはすごく得だなと。例えばね、1年前に飛び込んだ方、2年前に飛び込んだ方、もう数百人のグループできてるんですよ。それは私が全てこうやってね、紹介出して下につけていくからですよね。だからすごく得だなと思います。速稼塾に入って例のやつやるとサポートもありますしね。私はね、だからその例のやつの関係書類が新しいね、規約が変更になったりとかしたらすぐに動画で解説して、会員さんにお送りするんで、一番稼ぎやすい形をね、選択することができるんですよ。だからね、その稼がせることが得意になってくると、今度はね、全ての行動が興味を持っていただけると言いますかね、どこからでもつながっていくと。それこそナイト2000っていう切り口で入ってきた方も、久保さんってどんな仕事してるんですかとかね、久保さん動画毎日上げてますけども出勤はいいんですかとかになってきて、結局はね、どんな方法でお金を生み出してるのかっていうところに興味を持っていただけるんですよね。まあ、そうなると、私はあんまり話したくないんですけどもと、隠居してますんで人に教えることはないんですけどもっていうね、枕言葉で速稼塾のコンテンツの中には、まあ動画で解説してるところがあるんで、まあ 2,3 個送りましょうかみたいな感じでね、速稼塾入ったら見れますよって言わないんですよ。この動画はどうですか、あの動画はどうですかっていうふうにリンクを1個ずつ送るんですよ。そうすると、まあもう速稼塾入りますわみたいな感じになるんですよね。私勧誘してないんですよ、だから。で、入りますって言われても、もう一回考えてくださいと。参加概要を送りますんで、すごくちょっと長いですけど、それを読んでいただいて最終的な決断をしてくださいと。で、決断ができたら、メッセージはいいですから、頭金入金のその明細をね、私に送ってくださったら、それをね、入会の意思表示とさせていただきますみたいな感じにするんですよ。で、入会金は30万円のうちの頭金3万円で OK なんですけども、この3万円ですら交渉してくれたら、なんとかなりますよと。それが最初のあなたへのカリキュラムですと。3万円も難しいんで、その3万円をね、どういうふうに減額してもらうのか、分割していくのか、どういうふうな方法だったら3万円すら払わずに速稼塾に入れるのかね、あるわけですよ。お金じゃなくてもいいわけですよね。私はこんなことをあなたに提供できますんで、いかがでしょうかっていうのでもいいと思います。例えばね、私がね、車のことはあんまりよくわからないんで、車の指導しますよと、こうこうこうですよと、じゃあスクリーンショットと動画を送ってください、そしたらこういうふうな手入れの仕方を解説しますねって言って、動画をね、また送ってくれるんですよ。で、そういうことを何回か質問を繰り返していって、ああ本当に役に立ちました、ありがとうございます、じゃあこの送っていただいた動画とかアドバイスをもとに、私は3万円受け取ったとしてですね、入塾をさせていただきますっていうふうな手続きも取れるわけですよ。プラス、私に送っていただいた動画を私が勝手にまとめて、まとめサイトを作って、何々さんの車メンテナンスなんとかっていうようなタイトルつけてね、入塾したお祝いにプレゼントするんですよ。今までいただいたアドバイス全部動画と画像をまとめまして、私なりの感想を書きましたんで、このサイト使ってくださいとね。したら、うわーすごいみたいになるじゃないですか。サイトこれどうやって作ったんですかみたいな、簡単ですよ、こうですかとか、無料ですしみたいなね。したら、あとはその人はどんどんそこに動画を追加するだけになってきてね、アクセス集まって、儲かった儲かった万歳、自分の得意分野で儲かったみたいになるわけですよ。なってるわけなんですよ、ざまみろって感じですよね。だからこういうふうにね、私はね、約束していないんです。最初から何を約束するかって決めてないんですよ。でも、どうやったらこの人が速稼塾に入ってよかったと思っていただけるかっていうのは、まあ、当然ですけども分かってるんですよね。動画をたくさん作ってる人には、その動画に勝手にアンサー動画を私がお送りして、で、動画のね、その吉谷さんとやってるみたいなキャッチボールっていうのをもうすでに始めてるんですよ。ミスターマイアミさんみたいにねまあそういうふうにね、私はね、やっぱり100倍返しとかやっていきたいなと思ってやっております。で、それが多分ね、無意識のマーケティングになってるんではないかなと。久保さんとこ行ったら何かしてくれるかもしれないっていう風な
期待と信頼になっているのかなと思います。それではですね、私の不労所得の会社の方はね、ちょっと会員さんにしかお見せできないんで残念ですけども、ついにね、法人ですら人が一人もいなくても代表者の名前さえあればその法人が通って毎月100万円前後の入金があるみたいなことがね、起きるわけなんですよね。こういう世界ですね、もうね。私はどっかから AI を買ってくるわけでもないんですけども、 Google とか YouTube とか あらゆるね、無料のそういったツールを使って疑似 IT ですか、疑似 AI ですか、こういったものを構築して勝手にセールスして、勝手に商品作って、勝手に、お客様を集めて、勝手に、収益をね、集金をして勝手にね、銀行振り込みしてみたいなね、そんな勝手にいろいろやってくれる会社がついにできました。本当はね、社員を、人間としての社員を雇ってやるものが一つ一つウェブ上のサービスで賄えるようになってきたんで、ああ未来が来るなと思ってます。皆さんもね、 AI に仕事が奪われるっていうふうに考えてるかもしれませんけども、私は AI によって人を雇わなくても良くなる、経費がかからなくなるというふうな、すごくね、有利な点しか見えないんですよ。労働者っていうところから離れてずいぶん長いですから。でも労働者をずっとやってると、その立場が機械によって取って代わられるっていう不安しかないですから、ですんで自分がね、働いている、それはとっても尊いことですよ。でもそれは自分でなくてもできることだったら、自分でない人や自分でないもの、ロボット、AI が変わるってことなんですよ。自分にしかできないことっていうのは代わりが効かないんで、そのポジションはあなたのものなんですよ。そういったものを持ってますかっていうふうなね、そんな問い合わせを最後にして、動画を終わらせていただきます。それでは吉谷さん、東京のね、なんか集まる予定、もしよかったらまた教えてください。失礼します。